皆さんこんにちは。西脇警察署松井署駐在所の岡田です。今月の教えておまわりさんのコーナーでは、女性に対する暴力対策の推進、児童虐待の防止についてお話しします。女性に対する暴力対策の推進、夫やパートナーからの暴力、性犯罪、セクハラ、ストーカー行為など、女性に対する暴力は女性の人権を侵害するもので、決して許されるものではありません。兵庫県警察では11月12日から25日の間を、女性に対するストーカー及び配偶者等暴力対策の推進月間と定め、被害の未然防止や女性に対する暴力被害の早期届け出、相談の促進について広報啓発活動を進めています。令和元年中、兵庫県警察で受理したストーカー事案の相談件数は1095件でした。被害者の特徴としては、女性が全体の 94% と大半を占め、20歳代、30歳代が全体の過半数を占めています。一方、後遺者の特徴としては、男性が 84% と大半を占め、そのほとんどが面識のある者へのストーカー行為でした。令和元年中、兵庫県警察で受理した DV 事案の相談件数は3465件でした。被害者の特徴としては、女性が約 80% と大半を占めています。一方、加害者のほとんどは男性ですが、全体の 20% は女性が加害者となる事案となっています。また双方の関係としては、全体の 74% が夫婦、 8% が内縁関係者、 6% が元夫婦などとなっています。警察ではストーカーや DV 事案について、被害者の方の意思を踏まえ、検挙や警告などの適切な処置を講じます。また内容に応じて、防犯指導や自衛手段など対応策をお伝えするとともに、必要な場合には相手に注意するなどして、被害者への支援を行っています。ストーカーや DV 事案は、行為がエスカレートし凶悪事件に発展する恐れがありますので、早い段階で相談窓口へ相談しましょう。次に、児童虐待の防止についてお話しします。児童虐待とは、看護する児童に対して行う次のような行為を言います。殴る、蹴る、屋外に締め出すといった身体的虐待、児童に対して淫行する、性器、性交を見せるといった性的虐待、乳幼児を長時間放置する、着衣を着替えさせず不潔なままにするネグレクト、児童の前で配偶者やその他の家族などに対し暴力を繰り返す、産まなければよかったなどと心を傷つける言動を繰り返す心理的虐待などです。令和元年中における児童虐待の認知件数は3891件、児童数は6545人で、いずれも過去最高を記録しました。また本年は昨年を上回るペースで認知しています。地域の中で虐待行為そのものを目撃した、叩く音、叫び声を聞いた、不自然な時間に出歩いていたり、不自然な傷が多い、衣服や体が汚れていることが多い、乳幼児を置いたままたびたび外出しているなど、虐待されていると思われる児童を発見したときは、警察、子ども家庭センターにお知らせください。以上、西脇警察署からのお知らせでした。